チャンネルの赤妻優心です。はい、ということでですね、米読み、久々の米読みやりましょう。じゃあ何の動画のコメントを読むのかなっていうと、2017年7月17日に公開いたしました、柿玉チャンネルはつまらないってですね、17分の動画なのこれ。いや皆さんすいません、17分もこんなただただ喋ってる動画をですね、見てくれた方がなんと964人、高評価数が39、低評価数が15ということで本当にありがとうございます。そのコメントですね、合計でなんと56件もいただけました。まあ、賛否両論いろいろあったりしましたので、今回は私の中でいくつかそれをピックアップして、まあ、実際に読んで動画にしていって、皆さんと一緒に改善していこうかなと思います。今回はですね、コメントをしてくれた方のお名前はですね、ちょっと言わないで、それを伏せて読ませていただきます。まず1つ目、柿玉さんが高校生ならその年齢に近ければ近いほどより面白く感じると思います。言い方が悪いけど底辺YouTuber だからこそいいものがある。他の人気な YouTuber はもう見る年齢層が決まっちゃってるからだと思います。あ、他の YouTuber さんはもうキッズ層しか見ないとかね、高年齢の方しか見ないとか決まってるから、まだ柿玉チャンネルは可能性あるんじゃない、頑張ってっていうポテンシャルを高めてくれるようなコメント、本当にありがとうございます。続いてのコメント、すでに面白いですがありがとうございます。もっと JK らしい投稿をすれば面白いのではということで、この方ね、いくつかまた別の視聴者の方と会話をつなげていた後に、個人的にはずっと文房具しか紹介してないからつまらないと言われても仕方がないかもしれないで、またそれに対して別の方がですね、文房具好きとしてはこの人の紹介動画とても面白いんだけど万人受けは難しいよねということで、私この意見をもう採用させていただきましたので、これから私もですね、まあ8月入ったら夏休みになるんで、ちょっと海に行こうかなとね、水着着ますよ。ビキニとかじゃない、ビキニをちゃんとしたやつ着るからね、健全なチャンネルでいたいと思ってますので、海とか行きますって、外企画もね何本かありますので、それはお楽しみにしててくださいね。続いてのコメント、柿玉さんは柿玉さんらしくていいところもあるんだけど、商品紹介するんだったら最近の流行りのものとか面白いことをいっぱい言ったりしながら言ったりしたら人気は出ると思います。他の人がしないようなことをしたりとか、部屋じゃなくてどっかに出たりとか、外には出ましょ。ただね、もうね、私ね、結構一人で行動するタイプなんで、ただただ私が外でカメラを回しても寂しい動画しか撮れないんですよ。だから私はね、外企画をあえてやってないんですけど、今週末もね、銀魂の映画一人で見に行くし、寂しい、寂しいよ。そしてこちらの方、何本か動画見たけど、何が面白くないか的確に教えてあげようか。おほつなるよね。自分が買えないものとかできないことを見たいんだよ、きっと。文房具とか iPod とかは誰でも持ってる。喋りが上手いんだから、YouTube ニュースとかやってみろよ。怖いこの人って思ったら、俺は見るぜって。ありがとうございます。まあ、あなたが見てくれならやりましょう。そしてこちら、アイコンがですね、普段塾のメンバーなんで、多分普段塾のファンの方かなと思うんですけれども、最初にね、私がなんで柿玉チャンネルがつまらないかっていうのを考えるきっかけになったコメント、この動画もつまらないけど他もつまらないよっていうコメントに対しての多分コメントなんですけど、他の動画も面白くないってこの人は言ってるけど、いろいろ見てるってことは面白いから見てるんじゃないかなと、気になってるから見てるんじゃないかなと思うから、気にしないんでいいと思うよというふうにいただきました。ありがとうございます。確かにね、他も面白くないよってことは他も見てくれたのかなっていう、いい捉え方ですね。すっごいこの人、いや好き、友達になろう。手めっちゃ綺麗ね、ありがとうございます。手ね、手結構指ね長いでしょ、昔ピアノやってたから指が長いんじゃないかっていうふうにお母さんに言われたんですけど、そしてこちらのコメントも、陰キャか陽キャかわからんと、陽キャラか陰キャラかわからんということで、私はね、学校では陰キャラですよ多分。友達ともほぼほぼ喋らないし、授業の中でさ、グループ活動してくださいって言った時は喋るけど、休み時間とか別に話しかけに行かないし、必要がないと話さないっていうタイプなんで、もしね、この動画でクラスメイト見てたら、ほんとこいつ学校では地味なのに YouTube ではハキハキ喋りやがってバローって思ってるかもしれないですけどもね、必要ない時は喋らないっていう、だから必要とされた時に喋って、いっぱいねガーって喋ってみんなを楽しませたいっていうのがあるんで、もなんかさ、無意味に力を発揮したくない、かっこいい。そして最後のコメント、もういっそ柿玉ラジオにしちゃえば、極論。確かに柿玉は喋ってるだけだからね、でもたまになんかさ、これがーとかさ、あれがーとかやるから、まあね、ラジオでもいいんですけどね。昔に私ツイキャス配信してたんですけど、その頃もね、その頃から見てくれてる方も今ね、見てくださってると思うんですけど、まあもう一応ツイキャスは一旦置いといて YouTube に落ち着いたっていう感じです今は。ということで、たくさんコメント読ませていただきましたけれども、その他にもですね、いろいろな、コメントあってですね、1個ね、すごい的確な批判コメントがあったの。批判でめっちゃ、その批判すごいいい批判っておかしいけど、この批判絶対これ動画で読もうと思って、その人がコメント消しちゃって、なんで消したの、もう一回言って
ください。まあこれからもね、ぜひね、かきたまチャンネルもっとここ良くした方がいいんじゃないとか、こういうところ良かったよとかね、こういうのやってみたらとか、もし何でもあればいつでも、もう anytime anywhere whatever 英語雑魚だろっていう、本当にいつでもどこでも誰でも何度でもコメントください、よろしくお願いします。ということで、この後ね、夏企画、海に行ったり水着になったり野球をしたり、いろいろな動画ありますので、ぜひぜひお楽しみに。ということで、かきたまチャンネルの吾妻優心でした。たたー。